こうしないとマジで覚えらんないです。たくさんで何度もテストする、書き込みだらけなんですよ。調べることによって記憶に残ったんですね。なので始まりました。もっちゃちチャンネルです。さあ、今回はですね、TOEIC満点、そして英検1級を持っている私の英単語の覚え方っていうのをやっていきたいと思います。ほんとね、単語って大変ですよね。めんどくさいと思います。私も英検1級取るときにね、このデルジュンパスタンやりましたよ。大変だった。辛かったよ。大学1年に入った時から、よし、英語頑張るぞって言って、まずは英検1級の単語覚えるぞって言ってね、買ってやったんですよ。大学1年の時。すぐ挫折しましたもん。もう全然ダメ。覚えられん、こんなむずいもの。そして私英単語検定単検っていうのも1級持ってるんですよ。これもね相当レベルが高いんですよ、単語の。でその時はこれもう究極の英単語ボリューム4やってたんで、どうやってこいつら覚えてったのかっていうのをですね紹介したいと思います。まずはですね、英語だけじゃなくていろんな単語、そして定期試験とかにもすごくよく使えたやり方なんですけど、優先順位をつけて何度もテストするっていうのが、これがやっぱりね一番大事なことだと思います。自分自身韓国語だったりフランス語だったりいろんなのを取りましたけど、必ず印をつけてました。で詳しくはねぐるぐる勉強法のね紹介してるやつがあるんですけど、動画としてはちゃんと覚えているものと覚えていないものの印をつけて、覚えていないものだけを繰り返すってやつですね。覚えてるやつをいちいち繰り返しても仕方がない。もちろん復習はしますよ。いずれ復習はするんですけど、まずこのテスト形式でどんどん潰していくっていうのが一番大事で、もう覚えたよってなったらそれをランダムでやっていくとかね、順番を変えてみるとか、そういった形で何度もテストするっていうのが大事ですね。だからこれすらやってないで単語帳をやったとかって言ってる人いっぱいいる。ただただ単語眺めてるだけとかね、書いてある単語をひたすら書きまくるとかってやって、それじゃダメですよ。ちゃんと覚えてるか覚えてないかのテストをバンバンやってって、それで覚える。で一語一訳で最初はいいんで、一つの訳だけでいいので覚えて、それで点を作ってから補足情報ですねっていうのを足していくっていうのが大事になります。で自分自身そうやってやってきました。でもね難しい単語になるとねやっぱりきつい、相当厳しいんですよ。いけたと思いきやあれっていうのが出てきてしまうんですよ。なかなか覚えられない、どうやっても覚えられないよみたいな単語が出てくるんですね。でそいつらをどうやって倒してたのかっていうのを説明しようと思いますね。これとこれも新しいものなんで、私が昔使ってたやつじゃないですけど、昔使ってたやつはですねもう書き込みだらけなんですよ。ボロボロです。食べ物の汁とかもいっぱいついてるんでボロボロでぐちゃぐちゃなんですけど、どういう風にしてたかっていうと、そのまずほらできたできないのチェック印がいっぱいついてたし、でさらには書き込みがいっぱいあった。その書き込みを紹介していきますね。どういう書き込みなのかってですね、まずは語源です。そう区切るっていうのをねやってました。このページだったら昔のパスタンよりは簡単ですけど、rational っていうのが出てきてるから IR がこれが否定ですね。 ration がこれが reason ですね。理性とかっていうのを表すわけです。だそういうのをメモってってたんですよ。線引いてこう区切って、で ration が、はい、理性の理、 reason と同じっていうのを書き込んでました、単語帳に。こうすることによって強くなるわけですね、記憶が。 psychiatric っていうのがここになってますけど、サイクですから心理、精神ですね。サイコロジーのやつですから覚えやすい。 sympathetic なんて sin は一緒ですね。 pathy が痛みとか感情ですから、一緒に感じる同情っていうのはすぐに覚えられますよね。こういう風に覚えてったんですよ。語源って言われるやつですね。いつもねどうやってその語源覚えてるんですか、何の本やってたんですかとかたくさん聞かれるんですけど、僕は辞書です。ランダムハウスだったりジニアス英和大辞典っていうのを引きながら、そこに書いてある語源情報を書き足してってたんですよ。そうやって覚えた。それを本当にたくさんやりましたから。でそうやって書いていくうちに、あ、この単語とこの単語もつながるんだ、へーっていう風にね記憶に残ったんですよ。そう調べることによって記憶に残ったですね。ただ辞書を調べるんじゃなくて、こうやって語源を調べることによって覚えてきました。続いてですねやってたのが、これが一番多かったかな。それが言い換えを覚えるってやつですね。似たような単語っていっぱい出るんですよ、英検1級とかなんで。まとめて覚えようっていう風に決めました。でもうこれだけでもイコールで載ってくれてるんですね。 irrational のとこだったら、さっきのだったら unreasonable って載ってますね。 unreasonable もすごく語源似てますね。 reason さっき言いましたね。この rational の部分と同じ語源ですから足してってました。で読んでいくと後ろに出てきたりするんですね。でそしたら、ああこれ似てるなって思って書き足すとかっていうのをやってました。困惑させる系とかいっぱいあるので、英検1級ってなんかすごいネガティブな単語多いんですよ。例えば、悪化させるとかっていうね、exacerbate っていうのがあったりするんですけど、それが横に aggravate っていう言い換えが載ってるんですよ。で、だから、exacerbate って一緒に覚えよう。で、その時に、それだけでもいいんですけど、類語辞典ですね。シソーラスって言いますけど、それを自分自身は引いてて、で、そこに引くと compound って出てくるんですね。そうしたら、compound っていうのも一緒にそこに書いたんですよ。そうやって、まとめて3つ覚えるとかですね。っていうのをやってました。今までは1個の単語を覚えて、1個の訳だけ覚えてたのが、1個の単語を覚えるときにまとめて他の複数の単語を覚えられるっていうのをやってたんですね。こうしないとマジで覚えらんないです。たくさん。大量に覚えるためにはグルーピングして仲間をまとめて覚えるっていうのがすごく大事になります。もうこれはもう英検1級の時にもう痛感したんで、こうやってやっていくのが一番手っ取り早いって思ったんですね。で、英単語検定に行った時にもそれをやりました。もうここに出てくるのにいっぱいメモった。あ、これと同じのあるなとか、あ、これと似てるのあるなとかってね、なんかね、谷とかね、に関する単語っていっぱいあったりするんですよ。ゴージとかさ、ラビーンとか、トロフとかさ、キャニオンとか、グレンとかね、そういうのをね、まとめて覚えたんですよ。そう、類語辞典聞いて書き込んでいくっていうのをやって、そうやって少ない容量で覚えてきました。それがね、とっても良かった。大量に覚えられるようになったって感じかな。で、その後で、これだけ知ってても、まあいろいろ読めるようになったり、聞けるようになったりするんだけど、やっぱり英語は使えるようにならないので、全く。意味は分かっても、それをじゃあ文で実際使えるかって言ったら使えないじゃないですか。そういう時に、やっぱり、この例文ですよね。例文が役立ってくるんですよね。その例文使って、で、ただ全文覚えるのはきついじゃないですか。全部覚えるのはきついから、ちょこっと部分だけ、単語帳によってはフレーズだけで載ってるものなんてあるじゃないですか。そういう風に、あ、ここだけ切り抜いてでも覚えようみたいな感じで切り抜いて覚えてきました。そうすることによって、実際に使う。話したり書いたりするときにも使えるようになったっていうのね、ありますね。だから熟語帳とかで結構いろんな人が言ってるんですけど、熟語辛すぎますとか、前置詞とかわかりませんとかって、その熟語の部分だけで覚えてるから辛いんですよ。look up, look into, look for わかりません。いやいや、そこだけで覚えようとするからややこしいわけじゃないですか。look up the word とかね、ワードを引くとか、look into the matter とかね、その問題を調べるとか、I'm looking for a new apartment とかね、新しいアパートも探してますとかね、そういう風にいくらでもあるわけですよ。簡単なフレーズ。で、だからここに載ってるのがもし、あ、フレーズとして覚えづらいなと思ったら、辞書を引いてみるんですよ。辞書を引いてみて、そこで、あ、こうやって使えばいいんだとか、あ、これだったら覚えやすいなっていうのを見つけるんです。だから多くの人がね、その手間を惜しんじゃってるんですよ。まあ、わかりますよ。いちいち過去問やって、その過去問に載ってる単語を辞書で調べるのきつい。その手間が省けたらいいな。そう、だからまあ単語帳とかってあるわけですね。デタタンとかね、単語のアプリとかもあるわけじゃないですか。でも、語源を調べたりとか、言い換え表現を調べたりとか、使い方を調べたり、フレーズ、コロケーション、語と語の相性とかっていうやつですけど、調べるっていうことをすることによって、頭に残るとか、使えるようになるっていう経験をしてます。はい、自分自身はそれがいっぱいあったんで、元ネタ何ですかとかですね、何の本ですかとかっていっぱい来るんですけど、どこのウェブサイトですか調べてみましょう。自分でまず。私はその辞書で調べるっていうので、記憶に残していったんです。昔に比べたらだいぶ楽じゃないですか。紙で引かなくていいんだから。電子辞書で調べることもできるし、ネットでも調べることできますよね。そう、その手間、惜しんでも仕方なくないですか。そうやって、たくさんの情報を書き込んでいったんですよ、辞書に。で、それを何度も何度もやって、その情報も何度も見るっていうのを繰り返して、テストしてっていうのをやって、たくさんの単語を覚えました。もちろん単語なんて忘れちゃいますよ。ここで出会った単語もほとんど出会わないし、その後。忘れてはしまうんですけど、こういう地道な作業っていうのをやって、私は単語を攻略してったって感じです。そう。だから英単語を覚えるっていう時に、なんか簡単な方法ないかなっていうんじゃなくて、まあ、そうやって思ってこの動画をクリックした人多いと思うんですけど、努力をするってことを忘れないでください。努力をすることによって記憶に残るんです。どうですか？英単語を覚えるのは大変です。日本語と全然違う言語だもん。すごく大変なんですけど、怠けずにやってみることをお勧めします。そりゃ大変だよ。もし簡単だったらみんなできてるじゃん。でも多くの人ができない。それぐらい大変なものなんです。でも頑張ってみませんか？これをきっかけに頑張りましょう。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.